うちの親父が、ちっちゃい私が小学校の時からあったのかな。ちょっと狭くらしいとこで仕事したんですよ。で、そんなに職人って、その、こんな、まあ、ちっちゃい時の道ですけどね。すげえ薄暗いとこで仕事して、すげえこう地味で、何これって思って。今は後ついてるけども、その頃はこの仕事はしたくないっていう。ずっと思ってました。だって私は物心ついた時だから、小学校、1年生とかそこだったと思うんだけどな。今思えば、まあこの仕事が自分に合ってるのかなっていう。高校3年生の時に、まあ普通じゃ後継ごうと思ってなかったから、普通の高校に行って、で高校3年生だいたい免許取るじゃん。で、うちの親父は車の免許なかった人なんですよ。だから、車の免許って車付けられちゃったんですよ。そうすると、車の免許取って車付けられると、どうします？まあ、車で走っちゃうじゃん。そう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 。やっぱ油代なきゃダメだし、いろんなものがなきゃダメだし、で、バイトしねえかっていう話なんだ。で、それがそのままずっと行っちゃったっていう。それまではもうどこ東京さんに逃げてネクタイ締めて普通の仕事しようかなってずっと思ってたんだけども、あの車の一つ時代のおかげで全部飛んじゃったんですよ。うまーく親父に騙されたんですよ。これが普通の塗りよりも分厚い状態で、ね、うん、普通の塗りっていうよりも普通のこういう黒塗るしもう厚いんだけども、うん、まあ、空塗りもそうなんだけども、それよりもまた厚く塗らないとダメなんですよ。それの微妙なとこなんだけども、それを種が吸って輪ができる、クレーターができる、ちょうど微妙なところ、うん、厚く塗りすぎちゃうとクレーターでなんかこう全部輪がくっついちゃうんですよ、うん、要するに種の大きさだったりとか、うん、種の細かさだったりで厚さも変わってくるし、漆の硬さだとか柔らかさでまた全然違ってくるんで、種の大きさも微妙に見ながらやっていくっていう。そういう道具がなかった時っていうのはどうやってつけたんですか？まずさ、手でみんな持つんですよ。うまいんですよ。で、変な手が吸盤みたいになってる、こういうふうにうまくこう吸って、なんつうかな、すごいテクニック持ってるんですよ、うん、でもう自然と体が動いていってリズムで動いていってるって、数の手を見てるとね、もう素晴らしいですよ。ということはやっぱり若いうちからやっておくのはすごく大事になるってことですね、うん、一生懸命数多くやってきて、回数多くこなしてきて初めてその感が慣れたっていうんで、やはり最終的に年功は必要なんですよ。ただ昔の我々の10年と今の10年とはもう年齢の差だから、数が少ないから、我々の10年というのはすげえ大変だったんですよ。数が前多くて多くて、でそれを短期間で作るっていう。でも今はさ、100個だなんていう注文がなくなりましたよ。昔は贈答品だったけど、今贈答品にならないから高くて、必ず100個ぐらいやってれば1個落ちるから、そうすると全部拭き取ってまでやり直しなんですよ。でこの音あるでしょ、パリパリパリっていう、あ、この音で、あ、これは入りも大丈夫だなって、なるほど、うん、
乾きもちょうどいいねっていう。だからこう最初この貝いらないところをこう入れるんです。そうするとちょっとまだダメかなとかさ、黒い皮のがこうくっついちゃうと一個ずつ取らないとダメなんですよ。なるほど、でも乾きすぎちゃうとダメなんですこの津軽、まあ津軽にじゃ、研ぎ出し代わり塗りって、もう下に模様を入れて、上に漆を塗り重ねて、研ぎ出して模様を出していくっていう。それがすごく特徴なんですよ。で、ここでしかない、まず特徴のものなんですよ。他の産地に行くと、まあ、買っちゃってるところがいっぱいあるんだけど、ここしかない。それと、ここはすごく閉鎖的で、東京までは行くけど、その先にまだ行ったことないんですよ。だから逆に残ってるんだかもしれない。全国でまだ回ってないから。まだ未知の世界がいっぱいあるんですよ。だからこれからでもうまくやり方なんだと思うんですよ。外国に行く前にやはりまだ日本に行くとこいっぱいあるんじゃないかなっていう。なので、これは何の塗りですかっていう。だからまあ去年東京ドームでやったんだけども、その時に松山漆器にしたんですよ。で、松山って四国塗りですかって言われるんですよ。松山市っていう後ろ下から動いてました。だけど、だから、そうでなくて、漆って入れで、松山、青森県の漆ですよっていう形で話はするんだけども、でもやはり、見たことがないっていう人たちの方が多いから、うん、まだまだ大丈夫かなっていう。うっすらとまだ下が見えるぐらい薄く塗るっていう。これ乾くと黒くなるんで。この炉画はここ、この炉画は中華が見えるやつ。これ遠く見えるようにとか、ちょっと離れて見たりするときにちょうどいいやつ。海水ペーパーの方が圧倒的に作業効率がいい、作業効率はいいです。だからこっちでやるとすげえ時間かかります。下には漆塗ってるけども、あとそれに巻きしてるから、津軽塗るは何回も何回も5、6回塗ってて、またその上に漆を重ねていくって形だから、うん。で、輪島の人たちが津軽塗りの柱が文字するねって買っていくんですから、職人さんたちが。まあこれはもう使える道具っていうの決まってるから、それはいかに自分で使いやすく、形そのものは作ってもらうけど、あとそれを自分で全部自分の合った方向で作っていくので、知識がだんだん入ってくるので、これはもっとこういうふうにやったらもっと楽になるっていう道具の調整の仕方を覚えてくるっていう。それはやはり仕事をやってきたから分かるっていう。最初だったらもうこのハゲですって言えばそれままこう使ってて、使いにくくてもそれを考えなくてただやってたっていう。これが漆って。すごいね、これはなかなか見ていけないね。多分見ることないんで、でこれをこうしたものが、これ漆の木そのまま取ってるから木の傘入ってるんですよ。それをこうしたものがこっちなんですよ。こうして使うっていう。なるほど。で、保存するのもあんまり暖かいところに置くとダメになっちゃうんで。うん、で、昔は油紙だったんですよ、これ。全部蓋紙は。ところがサランラップができたら、ラップの方がいいんですよ。けどサランラップでないとダメなんですよ。下が乾いちゃうんです。漆とラップの間が乾いちゃうんですよ。あで、こうなんつうの、マグみたいなのが入っちゃう。サランラップはそれないんですよ。
あ、まあ、漆っていうのは、季節季節で、まず漆の体調が違うってことなんです。塗料だったら一年中ずっと一緒なんだけども、やはり春夏秋っていう季節があって、その時によって漆の、なんつうのか、乾き具合も違ったり、漆のこう質が違ったりするんだけども、それに合わせて物を作っていかなきゃダメだってこと。自分がこうやってやりたいからではなくて、漆が今こういう状況だから、それに合わせてどういうふうに作るかっていう。それを見極める目っていうのがすげえ、やはり必要なんですよ。自分に漆を合わせるんじゃなく、漆に私が合わせるっていう。なんつうの、やはり、伝承した漆はやはりないとダメなんですよ。こう昔からこうある漆の作り方っていうのはやはり必要なんですよ。ただそれだけだと、やはり何も変わることもないから。それプラス自分の技術だったり、デザインだったり、あとは、こう塗り方だったりをこう、うまくこう、マッチさせて、また新しいものを作っていくっていう。あと漆がペタッと座るでしょ、うん、はい、これだとダメなんですよ。漆が座っちゃうとダメなんですよ。そうするとさっきの漆とはまるっきり違う漆ができるんですよ。そうそう、崩れないっていうか、そうそうそう、ペタッとならない。そうそうそう、漆をつけてるのに使ってるのは紙の、うん、ちょっと油紙に似たちょっと硬いような感じの紙なんだけど、この間で盲者のためのこう豆腐入れでやるやつはこういう模様はあまり入れないんだけども、うんうん、これはうちの親父がそういうね、こういうないろんなパターンを作るやれるよっていうことの先駆けだったんですよ。これであれば古典的な模様を入れるんだけども、うーん、なんで豆腐なんだかちょっと私も分からないんだけど、まあタンパク質だからで、まあ漆もタンパク質がいいんだかとは思うんだけど、なんで豆腐なんだろう、うん、ちょっとその辺が、これもツヤつけるとだんだん分かるんだけども、だからこう常にこう拭きながらツヤのあるところとないところを見ながらやっていく。
触ってみますか。全然違いますよ。やったと思ってやられたこと。あ、全く違いますね。全く別の、別のものですね。なるほど。あ、さ、ほんとだ。へぇ。で、これも、さっき言ったね、もうこれダメでしょっつのは、何人かダメで、器じゃん。洗うじゃん。拭くじゃん。拭けないとダメだよ。カサカサして。あ、ツルツルしてこう、ふかさ、ふ、洗った時でも拭けないとダメなんですよ。うん。あ、こう、もの、常にこういうものを使った時に拭いたらカサカサして、ね、タオルが引っかかるんだったら。置物じゃないですからね。うん。使う用途なんで。うん、あくまで、日常的に使える。頭いいと思いますよ。そうすると適量出せるんですよ。おお、気持ちいい。今見てて今のそう面白い。そうするとこう自由にこう出せるんですよ。適量微妙な。そっか、だから全部ドシャーってやってその中からうんやっちゃうと出す時大変だじゃん。コブラップから出すのも大変だし、でさっきより硬くなってくるし、全部同じ高さでやらないとダメだ。なるほど。均等に、そうそう、凹凸が出ない、うんうん、高さも同じないとダメっていう。すげえ簡単に見えるじゃん。ペタペタやればいい話なんだよ。それがそう簡単にうまくいかないっちゃ困るんですよ。これも平で売ってるけど平で売ってるように見せないという。あ、なるほど。面白くて難しい。まあ七子だとかいろんなね、紋章だとかいろんな塗りあるけども、あの空塗りをやはりあれが一番せっかく出るのかな。いろんな職人さんが作ってみんなせっかくが出てくるから、だから一番難しくて一番面白くて一番好きな塗りですね。てかなかなかそういう塗りが今なくなってきたっていう。でもカラー塗りっていうのは一番個性出るんですよ。一人一人みんな違うから、うん、今はあんまり誰さんが作ったっつうのはないですけど、昔はみんな分かりました、誰が作ったか。みんなこう癖があって、うん、である程度こう
親方からこう習ったものはそのままでずっと伝承してきてるから、うん、ほとんど分かるんですよ、これどこの系統だって。今はそれないです。亡くなったっていうのは、私が昭和50年ちょうど私が仕事し始めた分業制になったんですよ。あの産業差向を向けていくために、今までは一人で全部やってたんだけども分業制になっちゃって、でそれが会社組織になっちゃったから、それで育った子たちはもうほとんど、要するにこう数を上げるためにはどうするかっていう、効率よく終わらせる、うん、だけども数を上げても少年ごとなんで最終的に価格問題になっていって、それがダメになっちゃったっていう、うん、それがもう何年なのかな、もう20年ぐらい前からもうそれがダメになったっていう、まあ、うん、でも100人とか200人使ったのがもう解雇になっちゃって、漆をやめてる人もあるし、頑張ってやりたいなと思って、でも技術は学んでないから、もうその、うん、そこの会社の昔からあったのがもうなくなっちゃってるとか、もう自分たちが自由に作っちゃってるから、もう伝承された塗りがなくなっちゃってるんですよ。なんで面白いのは、昔の空塗りが欲しいって人がいっぱいいるんですよ。でその昔の空を作れる人もいなくなったんですよ。寂しいことですけどていうか、それはもう戻さないあまりだけどね我々、私はこういう親からこうですって段取りを聞いてるんだけども、ちゃんとその分業されてる人は分からないんですよ、どういう風に作ればいいか。いや、下地とかで一番こう地味な、こういう地味なところなんですよ。やはりそういう職人さんになりたくないっていう人たちが多いんですよ。うん、みんなこう、要するに一番金のもらえるところだじゃん、そういう華やかなところって。だけどその下地やって塗りがなければできないことに対して、そこの職人がいなくなったっていう、それでかなり大変なんですよ。やはり時代とともに我々がどういうふうにして物が売れるかとか、売れるものを作るかとか、やはり自分で考えてやっていかないとダメなんですよ。ただそれを今まではしてなくて、要するに販売してくれる人に全部お任せ、おんぶに抱っこだったのが、今はそういう時代ではなくなっちゃって、自分でも販売しないとダメだし、で自分が今何を、自分が得意なものなのかっていうのも見せていかないとダメだし、美術工芸品を作ってもしょうがないことなんですよ。使えるものを作らないと残ってはいかないんですよ。今のこう食卓であったり家庭の中でこう使えるものをどういうふうに提案していくかっていう、漆を使って心地いいんだよっていうことを教えていかないと。おばあちゃんが使ってましたとか、おじいちゃんが持ってましたとか、それを直してくださいってくるのがすげえ気持ちいいですよ。もう100年近くになってるかもわからないですよ。でそれを、まあ大事に使ってるとそんなに損傷はないんですよ。でそれをちょっと直してくれませんかっていう持ってくるのはすごくいいことだと思うんですよ。大体だから私は使ってくださいって、5年経って壊れましたでいいですよって、それは乱雑に使って、もう何にしてもいいから使ってくれて壊れたんだからいいやって。だけど壊れない人もあるし、まあ、それは使い手のやり方だから何とも言えないんだけども、でもそれ直してくださいって持ってくれば、ああ使ってくれたんだねっていう。真面目に仕事すれば大丈夫だと思うんですよ。変に何かをしようとするからおかしくなるんであって、やってきたものに対して、まあそれは枝葉をこつけてこういろんなことを勉強吸収していくんだけども、やはり芯がないとダメだと思うんですよ。あっちがいいからもうそっちに行く、甘い水だからこっちに行くとか、あっちに行くっていうのはやはりやめた方がいいし、やはり自分の得意とする分野で芯を持ってやっていくとなんとかなるのかなっていう。ずっと、まあ何十年も何百個もこう作ってきたけど、まあ100点はないね。100点は目標としてるけども、まあ100点は無理だなっていう。失
敗したけど次はまたそれをうまくやっていこうっていう、また次はうまくやっていこうっていう、その積み重ねでやっていってるから書いてその方がいいのかなっていう。100作っちゃうともう終わりですから。でもお腹腹八分滅すことがあるから多分それでいいのかなっていう。